相手だろうとも爆心するのみです。こう見えて私、自信はあふれんばかりにあります。11番桜爆心王、4番人気です。12番人気は12番、13番人気13番、7番人気は14番、オグリキャップ。1番人気16番、シンボリルドルフ。これ以上ない仕上がりですね。8番人気17番、アイネス風神。11番人気は1番、ちょっと元気がないですね。5番人気3番、バヤノトップガン。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。10番人気は5番、6番人気7番、ハッピーメイク。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。16番人気は9番、10番、17番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。4番に美しい青空が広がる中京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。1番人気はもちろんこの子、シンボリルドルフ。2番人気を紹介しましょう。成田ブライアン、注目の桜爆心王、6枠11番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マルゼンスキーとマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ先頭をかけます。マヤのトップガン、早くも激しい競り合い。さらにはマルゼンスキー、2馬身離れて5番、外で桜爆心王、少し離れて10番、外を通りましてジンボリルドルフ、内から1番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。桜爆心王前を狙っているぞ。シンボリルドルフまだ抑えたままだ。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのはマルゼンスキー。マヤのトップガン、かわして先頭に立った。突っ込んでくる桜爆心王、200を通過。マヤのトップガン、苦しいけど粘っている桜爆心王、完全に抜け出した桜爆心王、差し切ってゴール。桜爆心王、 URA ファイナルズ決勝制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着10番、3着はシンボリルドルフ。爆心的勝利。お願いいたします。トレーナーさん、
え、お願いします。はい、あの やってやります。爆心、you